そうですね、やっと選ばれましたし、せっかくのチャンスなんで、自分自身にとっても、ラストチャンスだと思いますし、しっかり、アピールできるように頑張ります。先日理解度と守備の部分と、いろんなところはやっぱり変わっていると思いますし、成長していると思うので、攻撃面でもドリブル突破、ドリブラーって感じではないですけど、そういうところも個人での突破っていうところもやっぱり、自分の成長の一つだと思いますし、あとはね、コンビネーションでいい部分が出せると思うので、そういうところで自分の魅力を、ね、出していければいいかなと思います。